今日第6回は工場内にあります売店と直営店の居酒屋を合わせて紹介したいと思います。こちらは工場内にあります売店です。商品がいっぱいあります。ここに置いてある一部のお酒がうちの直営の居酒屋清流で飲むことができます。蔵元の直営だから品質品ぞれ自慢の日本酒が楽しめます。佐藤さん、この前うちの居酒屋清流の方に行って、はい、なんか飲んでたって。行ってきました。何飲んでますか。私はですね、居酒屋清流の方行くとまず最初は生ビールで乾杯。おお。そして次はね、純米酒、純米酒、はい、そしてこちら本醸造、本醸造、そして金印。あ、これも飲んだの。飲みますよ。すごいな。でもね、やっぱり甘いリキュールも好きなので、ね、ありますね。今なっちゃん、うん、夏子ちゃんとかね、うん、こういうのレブちゃんとか今、うん、梅酒、この梅の花、うん、この梅酒とかもね、美味しくね、いただいてきました、うん、社長は。私はね、いつもね、うちの居酒屋行くとこの金印、これがいいですね。あと金印ですね。飲みやすいですもんね。あとね、この本醸造。本醸造も美味しい。これもね、好きですね。でもね、私はやっぱり最後は、うん、最後は何なんと言ってもこちら、これ大吟醸。このね、大吟醸、これでね、最後ね、締めて飲きました。そうなんだ、そんなに飲んだ。だってこの間、これ飲んで、これ純米酒も飲んで、これも飲んで、これも、これも飲んで、リキュールも飲んで、で、あっちのほら、こちら金印も飲んで、金印も飲んで、そんなに飲んだ。で、最後の締めに、締めにこれ大吟醸ね、飲んできました。美味しかったですよ。ちょっと飲みすぎじゃないかな。え、大丈夫。で、ダイド行ったの。家族で行ってきました。家族で行ったんだ。はい、わかりました、はい。今日も最後に皆さんと乾杯したいと思います。視聴者の皆さん、一緒に乾杯しましょうね。お酒を飲んでいる方、最後にみんなで一緒にね、乾杯してみたいと思いますので、よろしくお願いします。今日はうちの商品の中で当社居酒屋でも一番人気の金印を紹介したいと思います。これですね、金印。この金印はですね、日本酒の種類では普通酒の部類となっております。お米の精白具合は 67%、33% はぬかで取ってしまうという、非常に高精白のお米を使って精白しております。で、さらにアルコール分が 15.5%、 日本酒と甘さ辛さはですね、プラス3や辛口となっております。で、この金印の商品は当社では3種類作っております。720ml、一升瓶、そして18リッター、これは一升瓶の10本分が入った箱となっております。で、値段の方はこちらのお値段ですね、720ml 税込みで700円、そして 1.8 リットル、こちらですね、税込みで950円、そして18リットル、こちらのテナー、こちらは税込みでなんと8200円となっております。これは一升瓶が10本入って8200円、非常に安いですよね。お得ですね、こちらは本当に。10本で買って9500円、一升瓶に10本買いますと9500円なんですが、このテナーですと10本まとめたこの中入っておりますので、それが8200円、1300円、社長お得。そうですね。さらにですね、通常この一升瓶10本頼みますと、だいたい配送がですね、2個口になってしまうんです、ね、ですが、こちらですと1個口です。こちら運賃も非常に割安になりますし、なおかつお酒もですね、1300円というと1本半分ぐらい安くなっていると。今とってもいい飲みに最適だと思います。で、ちょっとね、皆さんもですね、さてこれどうやって使うんだろうと思っている方がおいでになると思います。これはですね、上にちょっと切り口がありまして、この切り口の中が注ぎ口になっておりますが、この中にこういった蛇口キーが別にこの中に入っております。入ってるんですね。これを付け替えていただいて、そして口をちょっとね、横の方に倒してもらいます。じゃあ水道みたいな感じですね。そうですね。そしてあとはもう蛇口をこうひねればずっと出てくると。じゃあ止めない限りずっと、もういくらでも飲めるという。で、またこう元に戻して止めて好きなだけ飲めると。だからね、家飲みとしてはもう最適、最適ですね。値段は安いし、さらにですね、皆さん飲み終わった後ね、ゴミにも簡単に出せますのでね、こちらいいんじゃないかなと思います。こちらのお酒は工場内売店、そして通販でも販売しております。
ぜひともよろしくお願いします。さあ、下田さん、次回の配信は、次回は来週の土曜日頃となります。それでは今日は居酒屋スタイル、こちらの松酒で乾杯していきたいと思います。うちの居酒屋ではこのような松酒で出しております。今日は金印をこの中に、その中に入れてですね、乾杯してみたいと思います。皆さん用意できましたか？それでは乾杯したいと思います。乾杯。乾杯。ああ、冷たくいいですか？美味しい。美味しいな。夏はやっぱりね、このぐらい冷やすとちょうどいいな。美味しいですね。社長、こちらですね、塗ります、販売してます。あ、当社ではこのマス塗りますですね、そして、キマス、これも合わせて販売しております。このキマスも塗りますも値段は、こちら値段は両方とも500円、税込みで500円となっております。このキマスの方はですね、1号マスとなっております。で、塗りますの方、ね、これはですね、ちょっと小さいんですが発色の大きさとなっております。いずれも500円で、販売しております。こちらの商品も工場内、そして、売店ですね、通販でも販売しております。はい、よろしくお願いします。乾杯したところで、今日のなんかおつまみないの？清流チャンネルでは、家飲みが楽しくなる何かを提案していきたいと思います、今日のおつまみは、たたきのきゅうりです。きゅうりか、毎回きゅうり、ちょっと飽きちゃったな、俺きゅうり。これね、今社長、お野菜高いんですよね。あ、高いのか。高い。でもこれはうちの畑で採れたきゅうりですね。今うちの畑では、ナス、きゅうり、オクラ、トマト、いろいろなものをね、作っております、その中の今日はきゅうりで、こちらですね、たたきのきゅうりっていうのを作ってみました。わかりました。じゃあ今日はこれをつまみに、酒を飲んでみたいなと思います。社長、次回は、はい、次回はですね、都内にありますうちの直営の居酒屋清流について、もう少し詳しく説明していきたいなと思っております。あら、こちら、はい、木酒セット、うちの居酒屋の方ではこのようなお酒の飲み比べセットも出しております。まあ、こんなことについてちょっとね、詳しく説明していきたいなと思っておりますので、一つまた来週見てください。それでは皆さん、次回も見てくださいね。よろしくお願いします。